株式会社マルセイは、山梨県北杜市の駅弁業者、高原野菜とカツの弁当、元気買いなどが主力商品である。駅内外の売店、土産物店、食堂、仕出し弁当の製造、宅配なども行っている。高原野菜とカツの弁当講習取り持つ弁当、小渕沢駅、土地の駅、甲府駅に直営店がある。 小淵沢駅は2017年7月の駅社改築に伴い、正市を開店。甲府駅では日食紅葉券が日本レストランエンタプライズに吸収合併し駅弁の製造を取りやめてから主力駅弁及び一部地域限定駅弁の販売をに委託していたが、2018年12月に改札口脇に 2019年6月には2.3番線ホームに直営店として、正さ市を開店した。清里駅では、小木の宿共同で店舗を構えている。小淵沢、長坂、富士見の各駅では、駅そばの営業も行っている。以前は一部の特急、あずさ、スーパーあずさ号の車内販売でも取り扱っていたが、2019年3月に、車内販売の縮小に伴い取りやめている。 1995年頃まで高原野菜とカツの弁当は新宿駅でも取り扱いがあり、大船駅のアジの押し寿司と並んで販売されていた。2012年3月時点では新宿駅駅弁屋や,や東京駅胸囲いもんでカツサンドや一部の駅弁が日替わりで販売されていることがある。また東京駅日本の駅弁では同社製造の酸水老ブランドの弁当が 販売されている。その高地の百貨店の駅弁フェスタに出品されることがある。ありがとうございます。